皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。ロボトミーコーポレーション、実況始めます。2回目となるセフィラコア抑制に挑んだ前回、その相手は教育チーム担当セフィラであるホドさん。ホドちゃんを気に立ったし、やっぱ強いわ。職員のスキルが徐々に下がるというハンデを受けつつも奮闘。最後の最後であれフランクの物に帯同時にアラート発生という危機を迎えましたが、ルビーさんとガブリエラさんがこれを鎮圧成功。さすがのオリジナルメンバー、前世の経験は伊達じゃないのよ。3回目の挑戦でセフィラコア抑制に成功しました。でもまだ終わりじゃないのよね。セフィラコア抑制はまだまだ続きます。思うにこのボス戦的なイベント、もっと早い段階で挑戦すべきものだと思うんですよね。もう40日目超えちゃってるからノルマはきっついし、ヤバみの強い物も増えてるから無駄にハードル上がっちゃってんのよね。もっと早めにやれれば楽だったはずなのよ。ゲールバーやらモンムスちゃんのおかげで6にミッションこなせなかったツケですね。どうやら残り日数も少ないようで、どこまでコア抑制を進められるのか心もとないですね。そして43日目管理画面です。まずはシンガオさんの情報公開。ホドちゃんと真剣勝負してるってのにのこのこやってきた空気読めない子ね。お名前はソリノルドルだ。特徴は作用結果が普通もしくは悪い場合に確率でカウンター減少。脱走時は周囲にホワイト属性の範囲攻撃。そんだけ。そんだけです。なんというか老化に困る子なのよ。取り立てて危険な特徴があるわけでもなく普通ですね。普通ね。まあセフィラコア抑制の最中だったので無害な物はウェルカムですが、ほんと何もなかったんですよね。なんか一度脱走してたけどルビーネッツ一人であっさり鎮圧してたしね。じゃあこの子のお名前は目力ね。なんですかそりゃ。いやなんか目力すごそうじゃん。それ以外にナーアーンにも特徴ないし、強いて言えば R18 並みの鈍足ってことくらいなのよ。この先二度と登場しない予感がビンビン伝わってきますね。ちょっと他の子たちのキャラが濃すぎるのよね。再び管理画面、今回もセフィラコア抑制に挑戦。挑むのは前回解放されたアイゼンチームのセフィラコア抑制。担当セフィラはネッサクさんです。チェンジ。ノーチェンジです。今回も情報チームは後回しなのね。理由は前回と同じ、アイゼンチームの物の方が厄介ですからね。ハレンチとキノピオのに大事案物ね。思えば事案の始まりもこのチームからだったのよね。特にハレンチの場合結果が良いとカウンター減少で事案2号ですからね。アラートが起きた時のための無能社員を貼り付けておくのが地味に面倒でして。別にいいじゃん枠余ってんだし。試練で巻き込まれて死亡された日にはチェリーなんかが反応しちゃいますから、アラート起こさなくなるだけでも結構ありがたいんですよ。それにマミさんやキノピオでアラートが出た時用に高ランク職員貼り付けてましたし、彼らを別のチームに回せるのもこの先を考えれば有効です。じゃあ今回はあの緑色のロンで兄ちゃんを落とせばいいってことなのね。ネッサクさんです。今回もこれまで同様のハンデ戦となります。今回の説明では回復システムに異常とありますね。わかりやすい。職員は負傷しても各チーム中央の部屋で待機していれば、一定時間ごとに体力精神力が回復しますが、それが無効、あるいは回復する値が減少。そんなところでしょうね。それでは配置の見直しが終わり次第安全チームのセフィラコア抑制を開始します。安全チームセフィラコア抑制開始です。見たところ職員のステータスに特段の変化はありません。やはり体力精神力が減った状態で確認が必要ですね。今回もやっぱいるのかしら。そりゃいるでしょう。セフィラコア抑制ですし。なんかあの変わり果てたお姿拝見するだけでメンタルに来るのよね。あれが暴走の果ての姿なのか、彼ら彼女らの真の姿なのかはわかりませんが、このセフィラコア抑制はセフィラの皆さんに対する一種の救済ではあるんでしょうね。救済とかいう割には割り切れないのよね。彼らにとっては目を背けたかった現実と向き合う行為に他なりません。安易に救済と呼べるものではないのもまた事実ですね。その後どう振る舞うのかはセフィラ自身が決めなければなりません。重い、重すぎるよママン。さて今回のお相手、ネッサクさんのお姿を確認しておきましょう。マルクトさんやホドちゃんと違ってメカメカしくないのね。この姿が何を意味しているのかは考察班にお任せするとして、我々は我々の仕事に取り掛かりましょう。兄ちゃん、今解放してやっからな。今回もまたシンガオさんの確認を先に済ませましょう。これまた名乗士がタキサムシング。サムシングの大安売りなのよ。なんでしょう、一応鳥のような造形ではありますが。まだまだしさはまあ伝わるわな。まあ一応生物らしいので今回も初手本能から始めましょう。正直シンガオさんに構ってる余裕ないんだけどね。ルビーさん作業開始。作業回数から見ればワウクラスですかね。アレフではなくて何より。けどあのルビーネキがめっちゃダメージ食らってるのよ。これは青属性の攻撃ですね。このタイプは初めてです。 HP に対する割合でダメージを受ける攻撃です。それだけでも強力ですが耐性のある防具が少ないんですよね。武器に至っては現時点で青属性は皆無。この武器からクラフトできるならデッドも手に入れたいところ。ルビーさん成功16失敗8でフィニッシュ。でも今シンガオさんに構ってる余裕ないのよね。そうですね、シンガオさんのポイント稼ぎはセフィラコア抑制が落ち着いてからですね。まあその時間が残っているか疑問ですが、とにかく本能は有効なようです。シンガオさんについては最低限のポイントだけ稼いでおきましょう。改めて3回目のセフィラコア抑制を本格的に始めます。
改めてゼピラコア予定に着手。まずは職員の出生から楽しい職場の一日は始まります。ほんと楽しそうね。まあでも今回のハンデ回復関連だけみたいだし、物の作業にハンデがなけら楽勝じゃないの。それでも普段のように仕事することは避けるべきでしょうね。気をつけるべきはクリポト暴走で発生する暴走アラート、そして試練の存在です。回復に制限がかかる以上安易に職員を傷つけるわけにはいきません。先々アレスプラスの部屋にアラートが発生した時に、それを鎮静化できる職員が負傷していては元も子もありません。結構きついダメージもらっちゃうからね。そして試練の鎮圧も必要です。黎明はともかく発注の試練はノーダメでの鎮圧は難しいです。ワンパン以外はね。試練の鎮圧に当たる職員をあらかじめ選抜、彼らには基本的に作業をさせない、そして作業する物も抵抗率が高くダメージを受けにくく、脱走リスクが低い物に限定して仕事を進めましょう。ただそういう物って作業回数少ないのよね。ノルマが大丈夫なのかちょっと不安なのよ。本日のノルマは1460。これをクリポト暴走第5段階を迎えるまでに確保が必要です。ノルマへの進捗を見つつ作業する物を変えていく必要もありますね。さて本方針は以上です。いつものように仕事を始めましょう。まずはクリフォト暴走第1段階、アラートの数は4。ここでいきなりのアレフクラス、暗黒肉団子部屋にアラート発生。できれば避けたかったのですがやむを得ません。ジュディさんに鎮静化をお願いします。怪我した子が作業するとカウンター減っちゃうのよね。暗黒肉団子今回やはり回復に制限がかかっています。各チーム中央の部屋の回復機能だけでなく、回復弾を使用した回復もできなくなっていますね。おそらくハリーさんの使う武器も回復機能が使えないのでしょう。まあ予想通りなのよ。ただクリフォト暴走が起きるごとに全回復するようですね。優しい。なんだ結構いいやつじゃん。あの兄ちゃんいわゆるツンデレってやつなのよ。これまで暴走が起きるたびに悪化するケースばかりでしたからね。これならなんとかなりそうです。現在までに稼いだエネルギーは201。ちょっと不安なようなのよ。試練の鎮圧で得られる報酬があればまあ大丈夫でしょう。クリフォト暴走第2段階は黎明の試練。現れたのは疑問。パワータイプなので避けたかった相手ではあるものの、いつものようにこれを鎮圧。負傷者は次の暴走まで一休みなのよ。試練の報酬を加えたエネルギー獲得量は現在595。次はクリフォト暴走第3段階、アラートの数は10。アレフクラスのアカンやつであるところのエフィジーちゃんにアラート発生。しかし万全状態のザビエルさんが無事これを鎮静化。意外にみんな余裕なのね。作業はエリちゃん、クソザコ、病女 A の3体に絞っていますからね。どれも成功率が高く、さらにそれを複数名のローテーションで回しています。時間はかかりますがこれならほとんどの職員はノーダメを維持することができます。まあ育成は全くはかどらないんだけどね。現在の獲得エネルギー787、ノルマの半分を突破しました。そしてクリフォト暴走第4段階、発注の試練の到来です。現れたのは肉体の調和。現れる物は1体のみ。複数体の物が現れる理解プロセスや掃除屋に比べれば鎮圧は容易。ハリーさんを中心に手早くこれを鎮圧。その後出現した開始の鑑定も処理して発注の試練鎮圧完了。獲得エネルギー量は1339に到達。次のクリフォト暴走までにノルマの1460まで稼げれば我々の勝利です。ここでアレフクラスを含めた作業回数の多い物の作業を解禁。一気に勝負をかけてノルマを達成。そして迎えたクリフォト暴走第5段階。安全チームセフィラコア抑制完了です。今回は一発クリアだったのよ。クリフォト暴走の度に回復してくれたのでそこまで苦労しませんでしたね。緑兄ちゃんの優しさがほんま身にしみるぜ。ちなみに記録チームの最初のミッションも達成。勇気が100以上の職員3名以上でクリアというものでしたが、とっくに10人以上いるからまあ楽勝だわな。今回も犠牲者ゼロでのクリアとなりました。アラートが発生したアレフクラスは2体。白昼の試練も比較的容易なものでしたし、運にも恵まれた一発クリアでした。安全チームのセフィラコア抑制の報酬は以上となります。中央部屋に比べて効率は劣るとはいえ廊下でも回復というのは大きいですね。これもなかなかいい報酬じゃないの。緑兄ちゃんサンクスな。ただこれで上層の3チームでクリフォト暴走が抑制されます。アラートが発生する部屋はますます危険な部屋に偏ることになります。今後はさらに厳しくなりますね。まあその分ランクの高い子たちをシフトすればいいわな。次はいよいよ上層最後のセフィラコア抑制、情報チームに挑みます。特に見せ場もなくクリアしましたが、無事抑制も完了したのでこのくらいで良いでしょう。それでは上層のセフィラコア抑制が残り1つとなったところで今回はここまで。チェンジ。ノーチェンジです。ご視聴ありがとうございました。